皆さんこんにちは、コムドットの山本です。ということで、ついにニューヨーク出発前日になりました。4ヶ月前ぐらいに個人の写真集を出すのが決まったっていう発表をして、そこから肉体改造をしますっていう動画を出して、飯テロの企画とか、ゆうたと一緒に減量生活を過ごす企画とか、撮ってきたんで、僕がアメリカで個人の写真集を撮るためにトレーニングをしてるっていうのは、知ってくれてる方多いと思うんですけれども、ついにその出発の前日になりました。写真集を撮ることが決まった時に、澤さんにエディさんを紹介していただいて、エディさんがコーチとして僕のトレーニングとか、食生活とかをすべて今見てくれている状態で、まあ、本当にプロの人に比べたらもう僕なんて何でもないと思うんですけど、まあ、僕なりに結構本格的にこのトレーニングには、取り組んできました。エディさんもやるからにはしっかりやりたいって言ってくださって、トレーニングだけじゃなくて食事管理までしてくださって、毎朝僕の体の状態とあと昨日の食事を送って、ちょっと体に変化出なかったら食事を変えたりとか、まあ、あとちょっとトレーニング内容を変えたりとか、もうそういう部分までしっかり見ていただいて、僕が当初想定していた何倍もガチでやる感じになりましたと。で、まあ小寺さんのオーダーとしては、そんなバキバキにしなくてもいいよみたいな感じでオーダーはいただいてたんですけど、僕もやっぱ学生時代水球部で体を作るみたいなことをやってたんで、なんかスイッチ入っちゃって、やるからにはとことんやりたいっていう風に改めてエディさんに伝え直して、じゃあもうゼロカーボとか水抜きとかそういうのにも挑戦してみようっていう風になって、割とね今極限状態でこの動画を撮っていますっていうのも、もう3日前ぐらいから炭水化物は一切取ってなくて、白いご飯とかは全く取ってなくて、もうね頭が働かないんだよね全然。あと体にとてもとても元気が出なくて、客観的に見て今のこの俺の生活ってだいぶ面白いんじゃないかなっていう気持ちと、あとやっぱ自分がこの本気で挑戦してることの一番きつい部分を映像に残しておくっていうのすごい大事だなと思って、なんと本日、僕のニューヨーク出発前日に完全密着していただこうと思います。今までそれぞれの仕事に密着する動画結構撮ってきてると思うんですけど、例えば僕の社長業に密着だったりとか、まあユーマの PV に密着とか、あとユータの100スタの撮影に密着とか、いろいろあったと思うんですけど、まあイメージはそんな感じで、嘘なしで僕が今日やることを全て皆さんに、まあ、お見せしようかなというふうに思います。今日は結構リアルガチでふざけなしで俺の生活をみんなに見てほしい、だから残したい、これをこんなにガチでこう自分の体とかこのトレーニング食事っていうものに向き合うのって今後の人生でも多分ないわけで、やっぱここまでもうエディさんに見てもらって、小寺さんにオーダーをもらって、で視聴者の皆さんが見守ってくれてる状態で体を作るっていうのは多分最初で最後だと思うので、なんかこの貴重な経験をしっかり一本の動画に残して、まあ多分この動画出た後はニューヨーク出る動画とか出ると思うんで、そこにバトンパスをつなげたいなと考えています。本日よろしくお願いします。さあ早速やっていきましょう。朝やることいっぱいあるんですけど、朝起きたら一番最初にやるのは起きた時の体重を測るのと、起きた時の体の状態を取ってエディさんに送るっていうことですね。まあ実際今もやりたいと思います。体重と写真を送って、調子最高ですと。で次に昨日取った食事を送っていきますと、今朝がこんな感じで結構いい感じ。まあこの体にこの顔ついてたら半端ないな、意味わかんないね。ちょっとさすがに、難しい。トゲがあるというか、まあでもトゲはないか、普通のことというか生まれつきだからしょうがないんですけど、ちょっとかっこよすぎるな。今ねカメラをこうなんていうんですか、こう内側に向けて見えるようにして撮ってるんですけど、全然集中できなくて、いやちょっとかっこよすぎるわと、なんだお前はっていう、みんなの気持ちもわかるんですよ。本当同じ人間、いやそう同じ人間なんです、僕も。いやかっこよすぎるの分かってますよ。黒髪に戻してロックリーが重り外したみたいになってんなっていうのはこうビシバシ感じてます、雰囲気で。でもねあんま言われたくないのよ、あんまかっこいいかっこいいって言われたくなくても最近。だって俺からしたら B 型 B 型って言われてんのと一緒だから、まあありがとうとはなんだよね、まあ、かっこいいから。だってさ、例えばじゃああなたが A 型だとして、 A 型って言われても別に はいって感じじゃないですか。それなんですよね。そうで今これ言ったのもわざとというか意図的で、こういうなんかうざみを出していかないと、その何ていうのかっこよさのバランスが取れなくて爆発しちゃいそうじゃないですか、かっこよすぎて。これ現実なのか
VR なのか仮想現実なのかみたいな感じでみんなの中でよくわかんなくなって、みんなのよくわかんないっていう感情が僕にこう一気にぶつかった時になんか爆発しちゃいそうというか、じゃそれを防ぐためにやっぱこううざみをわざとこう自分から出していくことによってこのうまくこう調整していくわけですよね。かっこいいをこううまく下げていくとやっとこうなんていうんだろう、なんか地上に降りれるというか、あの下に見てるとか見下してるとか全くないんですけど、なんかこう天空のイケメンみたいになっちゃってるんで、最近天空のイケメンだとやっぱやりづらさもあるわけじゃないですか。なんでちょっとあのわざと鼻毛出してみたりとか、そこのうざみを出してみたりだったりとか、そういうところでね帳尻を取ろうかななんていう風にね最近は考えてますよ。はい、炭水化物を取ってなかったらこんな感じですよ。まあ朝っていうこともあってちょっと頭回ってないんですけど、ということで、改めて僕が朝何をやっているのかっていうのをちょっと話していこうかなと思います。まずですね、この前のゆうたとの減量生活ではなかったミッションが一つ加わっていまして、ドーン、水ですね。2リットルペットボトルなんですけど、2日前にですねエディさんからミッションいただきまして、1日水を6リットル飲んでくださいと。いや僕も耳を疑いましたよ。何を言ってるんだこのマッチョは、さすがに思いました。まあでも僕は10ぐらいは飲みますかね。 10キロの水を飲んでるんだよ。カバでも飲まないでしょ。俺はびっくりしたんだけど、原理を聞いて納得したんですけど、僕たちの体っていうのは水分でできてるわけじゃないですか。食べ物食べたりとかしても食べ物から水分を取ったりすることも、できるんですけど、そんな中で減量末期になってくると水抜きっていうものをする必要があって、まず水抜きっていうのは単純に体から水を抜いていくことなんですけど、あの水を抜くとこうなってたら、例えば筋肉にこういう風にキレが出てくるんだよね。で多分俺まだ水抜いてないからもっとほんとキレが出ると思うんですけど、水抜きを効率的に行うために水抜きをする前の数日に大量の水を体に入れておくと。はってなってるでしょ。いや意味わかんないでしょ。俺もここまで聞いて意味わかんなかったんだけど、例えば1日6リットル体に入れるとするじゃん。そしたら単純にトイレに行く回数が増えると思う。まあ入れてるからもちろんそれを出しに行きますよね。トイレに行くっていうことを体に覚えさせるんだ。で毎日6リットルとか取ってたところから急に1リットルとかもう全く水を取んないっていう風にすると、体はトイレに行く癖がついてるからそのまま水分を出そうとする体になってるんだって。で無理やりこうトイレをしようとするからもう必然的にこう抜けていくんだって。水が習慣づけみたいな、洗脳みたいなことをしなきゃいけないんですって。だから僕は今1日水を2リットルペットボトルで3本飲む必要があると。まあでもトレーニング中とか食事中とか全部の、水を含めてのこの6リットルなんでめちゃくちゃきついんですけど、まあ、せっかくならちょっと本格的にやろうということで本日も水を6リットル飲んでいきたいと思います。いただきます。うわー長道のり。でももうこれができるのもラストですからね今日で。でサプリ飲みます。ライフパックナノっていうやつなんですけど、不足しやすいビタミンとかを補ってくれるサプリらしくて、これは朝と晩どっちも飲んでます。でここから僕は有酸素運動をするんですけど、有酸素運動をする前に脂肪の燃焼を助けるサプリを飲みます。有酸素運動っていうのはやっぱ余分な脂肪を燃やすために、やるものなんで、それを助けてくれるようなサプリを飲むと効率が上がるということで、これはもう毎朝有酸素運動する前に飲んでますね。これ飲むのもラストですよね。やばい、ね、ああ、このサプリが効き始めるまでにだいたい20分から30分ぐらいかかるんで、僕はその間に、コーヒーを飲んで、カフェイン体に入れてなんかこう起こすっていう感じですね。本当に僕もともと朝苦手だったんですけど、この生活を始めてマジで人間が変わったというか、すごく生活にいいリズムが生まれていて、なんか自分でもびっくりするんだよね、こんな変わる自分みたいな。朝起きんのマジ嫌いすぎて、集合時間ギリギリまで寝てたいみたいなタイプだったから、マジなんかこう朝とかすげえバタバタしてたんだけど、やっぱ朝早起きするようになってめちゃめちゃ時間もあるしやることも決まってるから、なんかね多分トレーニーの人とかはすごい共感してくれると思うんですけど、マジ人間として成長した気がするんですよね。まあそろそろ時間経ったんで有酸素運動をしていきたいと思います。有酸素運動は減量ですね、体について脂肪を、燃焼させ
させるっていう感じで、有酸素運動っていうとなんか走るみたいなイメージあると思うんですけど、なんか早歩きみたいな感じ。僕家にランニングマシンを買いまして、もう朝起きすぐ有酸素できるようにで毎朝やってるんですけど、傾斜つけてスピードももう早歩きぐらいな感じ で45分間ぐらい歩くっていう感じで、その時にまあサウナスーツ着たりとか、なるべく体が温まりやすい状況を作ってからまあ有酸素運動するっていう、そんな感じですかね。じゃあ今から45分間有酸素していきたいと思います。やっていきましょう。はい、ということで、ラストの有酸素終わりました。いやちょっと見てこの汗の量、これ、あ、濡れてないとここしかないわ。今日も傾斜をつけて45分間しっかり有酸素をしました。毎朝の有酸素がマジで本当にきつかったんで、暖房も30度ぐらいにしてサウナスーツ着て、下も長袖長ズボン履いてっていう感じだったんで、相当いい汗をかけたんじゃないでしょうか。まあ、僕の一日は大体こういう感じで始まります。まあ、とりあえず無事に有酸素のメニューこなせたんで、こっからは飯ですね。で、水の消費量も1本目の大体こんぐらいですね。いや、もっと飲まないとだ。まあ大体今1リットルぐらい飲んだのかな。まああと5リットルあるんで、はい。マジで。これやばいな。ということで、こっからは1日分のご飯作って、食事とってトレーニング行ってっていう感じですかね。ちょっとバタバタすると思うんですけど、なるべく、カメラを回した状態で今日1日過ごしたいと思うので、引き続き頑張っていきます。じゃあとりあえず有酸素お疲れ様でした。はい、ということで、ここからはご飯を作っていきたいと思います。この間ゆうたと減量飯の企画やった時からメニューが変わっていて、メニューからちょっと発表しますね。1食目、卵1個と、チキン 150g、2食目 180g のビーフ、3食目 50g のプロテイン、で4食目 180g のチキン、以上です。完全に炭水化物がなくなりましたね。で、最初の頃はプロテインと一緒にナッツとかも取ってたんですけど、そういうものもなくなって、もうがっつり減量飯っていう感じですね。今日もね、ここからは一緒に龍馬が同行してくれるということで、よろしくお願いします。お願いします。いや、龍馬ちょっと手伝って。おお、急に。はい、俺のマブダチ龍馬です。お願いします。でね、まあ、ここからちょっと1日もう移動なんで、作ってくるタイミングがないわけですよ。だからここでもう今日全部弁当とか作ってきます。おお、じゃあまずは鶏むね肉剥がそうか。カメラですよ。あ、いよいよ、そこ行って。ここ大丈夫、これで。あ、ここ行って、鶏皮渡すから。オッケー。皮をね、剥がしていきます。はい。ここいる俺の係。違う、龍馬それは初手で突っ込んでくんないと。俺もボケてるから。あ、龍馬ここにいてって言ったら OK みたいな。いや、ちょっと分からないんだけど。いや、もういらんの。龍馬、今日で僕ラストですよ。そうっすね。はい、食え。いや、死ぬって本当に。生鶏は死ぬ。そしたらグラム測りますね。150最初が。もう40だ。うん、はい、150ぴったり。で、次は180。これ180。OK です。食え。だからさ、無理です。死ぬ死ぬ。いいんじゃない？変なとこで炎上するよ、ほんと。まあ、ダメダメダメ。じゃあ、意外とどれくらいだよ。あ、ごめん。もう炎上やだ。いつか言われるじゃん。ヤマトがなんか次の炎上の時にひっついてあるんだ。ちなみに、生の鳥を食わせようとした毛についてるみたいな。なんでそうなっちゃうんだよ。下準備 OK。 ということで、じゃあここから肉焼いていきます。はい、まずは卵焼きから。これがラストの卵です、僕。おー、そっか。いきます。あ、よし。え、何もらってんの？殻入ってんなと思って。お前性格悪いよ。ちょっとこれアドバイスとしてなんですけど、卵割るときはこの角じゃなくてこういうところでやった方が殻が入りにくいです。いや、先に言えよ。いや、もう遅かったんで。ちょっとお前さ、煽りすぎ。いやいや、煽ってない。お前ほんと母ちゃんに言うよ。いや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 、ごめん。めっちゃフィギュアにお金使ってること母ちゃんにマジで言うから。ごめんごめんごめん、それはマジでごめん。ちょっとごめん、衝撃的事実発表し、リオマのカバンがここにあるんだけど、リオ今年なんすか。見ません。あ、25になりました。ごめん。25であんま、こういうタイプのカードは持ち歩かない方がいいかも。こういうタイプのカードは良くないかも。もういいって。しかもカバンにずっと入ってるっぽいな、これ。何これ。ワンピースカードできます。ユートとバトリオなんですけど、これレオンは趣味ってことでしょ。あ、それは趣味です、完全。それ
いいってボンとかいう感じがセックスエデュケーションに出てくるキャラみたいで、やっぱ分かるけどね、ちょっとそういうのいいって、分かる、そういうのいいって。よし、いい感じに焼けてるから、はい、こっち側でトリムで焼いていくよ。はい、焼いていくか。あのちょっとね、フライパンちょっとこれくっつきやすいんで変えますね。これをちょっとこっちで焼き直します。いやさ、さっきも聞いたんだけどさ、なんでそんな付き合ってくれるの？それヤマトの仕事ですか。いやありがたいよ、だって量もいなかったら 100% で乗り切れてないから。一人で行くのと二人で行くの違うもん。全然違う、まあ、特に龍馬にも一緒にエリーさんとのトレーニングを見てもらって、その追い込み方とかを龍馬に勉強してもらって、やっぱ一人だとなかなか追い込めないからね、まあ、補助とかしてもらうとか、いや今日はこれやろうとか、自分が逃げやすいとこを龍馬がこうカバーしてくれてたから、ありがとうございました。いやでも俺トレーニングは続けていこうと思う。おお、マジで？それは嬉しい。めちゃくちゃ楽しくない？その領域にいたのマジでやばいと思う。ほんとみんなやっぱね、そこまでいけんのよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、最初エリーさんとトレーニング初回やった時に胸がめちゃくちゃできなくて無理ゲーやみたいな思ったんだけど、それでも無理やり肩、背中、腕、胸で分けてさやるわけや。ってやっていくうちに毎日やってるとさ、ちょっとずつついてきてさ、その部位だけで上げれるようになる瞬間みたいなのある。ちゃんとここ使って上げてんなって瞬間ってね、使えてんなみたいな、うんうん、俺はさ、その胸が苦手すぎてやっぱ肩でやっちゃってたから、うんうん、まあ、それでエリーさんに肩でやらないようにってすごいアドバイスいろいろもらったりとかして、うん、で、リョーマもさ、ヤマトここはこうした方が胸に力入るよとかも教えてくれるから、うん、胸の入れ方が分かるようになってる。おー、それが今回面白かったというか、ここに効くんだなっていうのが分かったからこそもっと頑張りたいというか、努力したものが形になるっていうのは素晴らしくない？やっぱ確かに筋トレって一番それが出やすいかも。出やすい、自分に自信がない人は絶対トレーニングした方がいい。うん、マジでやった方がいいと思う。俺自信家やん、もともともっと自信家になるもん、やっぱ筋肉つくと。自分がこんだけ頑張ったから今こうなってんだっていうのが、頑張ったらすぐここに見える、うん、ここに見えるし、ここに見えるから、そういう意味でも素晴らしいなと思った。今でも週2、3は行く。週3は行くかな、絶対に。あーすげえよ。まあでもなんか俺の中ではもうすごいっていうか、普通になっとるけど変な感じ、すごい取れる。これマッチョあるあるなんですけど、マッチョって謙虚なんですよ、めちゃめちゃ。でも、マッチョは上には上がいることをやっぱジムで知ってるからめちゃくちゃ謙虚。すごい筋肉ですねとか言っても、いや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 、あのエディさんでもいや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 、確かによく謙遜みたいな心を知らずに今まで生きてきたんで、自分でジム行くとさ、やっぱ一番細いぐらいなの俺が。だからなんか心の底からのいや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 出てくるみたいな。あ、そうやったよ。そうよ、マッチョっていいやつじゃね。いい人多いよ、ほんとに。ヤマトって気づいても気にしてね、話しかけてくれんかったり。そうそうそう、礼儀正しいし、やっぱなんかトレーニングしてるからなのかな、それって。まあそれもあるやろうし、自分もやっとる側やけん分かると思う。今集中しとる時っていうのは分かってるんで。ああ、そうやね。それもあって話しかけんと思うけど。はい、あとはもう余熱で温めます。はい、だからトレーニングしてすげえトレーニーとダイエットしてる人とかに対するリスペクトが増したね。あー、俺龍馬のことすげえリスペクトするようになった。え、やっぱ体を見てこの体ってことはどれだけの努力なんだろうって考えると、あー、自分に置き換えた時にヤバいから。え、分かるくない？ジムでさ、いる人見てさ、うん、この体になるために何頑張ったんだろうって考えたらさ、その人めっちゃかっこいい。めちゃめちゃご飯食ったよなとかね。分かる。そう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 、うん、筋トレ会話って聞いたら喜ぶと思う。そうなんだろう。いや、嬉しいと思う。いや、うん、いやでも結構言われるのよ、細いだけみたいな。ああ、絞ってるとかじゃねえお前のみたいな。それって筋トレ界隈とかトレーニーがコメントしてんの？いや、それはほぼほぼないと思う。あ、そう。トレーニーの人は自分のことを結構頑張るやん、トレーニーは。まだ人のことにいちいち言ってやってると思うけど。確かに、俺もその感覚あって、俺は絶対自分より細いくてトレーニング始めたての人をバカにしないから、絶対通ってきてるわけやん、トレーニング。そこの始めたての辛さみたいな、やっぱ鼻につくわな、こんなイケメンが体までかっこよくなっちゃったら、うん、はぁ、無視。うんって言ったよ。はぁ、激しく賛同しろよ。今のうん、社長が言ってたぞ、お前。今のは切り抜かれてほしいな。じゃあお前のリアクションが良くない。社長が言ってんだぞ、俺。俺は悪い。パワハラや、パワハラですやん。あ、良くないですや、そのリアクションとかも。こぶった山と一本の動画の中で相次ぐパワハラ感。やばい、相次ぐパワハラ。ちょっとこれスタート鳥から、鳥からさ。よし、いい感じじゃないかな。はい、じゃあ料理できたんで、ここからはこれ弁当詰めて、で、牛肉焼いて、で、その間に朝食取ります。で、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ飯食っていこうか。
はい、ということで朝食完成しました。改めまして朝食は、卵1個と、チキン 150g ということでこれを食べていきたいと思います。で、水も6リットル中多分1リットルぐらいを飲んだんで他の追加でガブガブ飲んでいきます。まだ塩抜きみたいなものはしてないんで普通に調味料も使います。この飯もラストか、そう考えるとちょっと寂しい気もするけど、いただきます。どうかな。うん、相変わらずの鶏むねって感じですね。減量終わった後何食べたいみたいなのをすげえ考えるわけやん。これ絶対食べるっていうの決めてて、まあ日本帰ってきてから食べようかなと思ったんだけど、ドーナツ。あー、ドーナツが一番食べたい。こうフィジークとか出る人もさ、大会密着みたいなの出すやん、ドーナツやっぱ最初に食べたりするよね。確かになんか甘いもの食べてるイメージある、うん、甘い、うん、パンケーキ。甘いもの取れてないから甘いものを食べたくてしょうがない本当に。ぶっちゃけこの間の動画でも言ってたけど、ニューヨークでも食べるんですよね。ね、ニューヨークの同行はゴータとベッチだから。あっちゃんもいいからね。そう。何でなんか。ホエモンパスタとかですか。それヤマト。減量前の朝食だけどそれ。いや、ホエモンパスタ食いてー。俺も行きたいですもん。ご飯やね。やべえ。行ってないよね。僕もダイエットしてないもんで、ね。そっかそっか。そうなんです、全然言ってないですよ。裏方ダイエットのメンシップはもう上がってんのかな、結果発表。メンシップで1ヶ月前ぐらいに裏方ダイエットしますって言って目標体重宣言してもらって、それをクリアできなかったらバンジージャンプっていうメイン級の企画を取ったんですけど。本当ですよね。悲しいっすわ、ちょっとメンシップで。それでゴータとボンとオトベとあとマツゲンがやって、でその結果発表を昨日か、うん、昨日ですよ。昨日取ってもうみんなね飯も食えるから五円も行こうね。五円も行きましょうよ。うわー、ペペロンチーノガーリック2倍とたらこソースパスタをうわーダブル食いして、マジでうわーやばい、もうほんと夢広がるわ。ほんとさっきも言ったけど多分トレーニング続けるから俺、新しい事務所さジム作んね。おお、それランニングマシンとか置いてさ、まあ多分3ヶ月ぐらいで編集部屋になっちゃうんだろうけどね。またね、また一時期あったからね。新居紹介でさ、ここがジムですみたいな、ね、男の夢の場所ですとか言って編集部屋足りなくなって普通に編集室みたいになっちゃって、外にジム用品全部追い出されて。昔は懸垂器とかもあったもん。あったあったあった。今はなき、今はなき懸垂器。ラストです。うん、美味しかった。朝食は食べ終わりました。ごちそうさまでした。じゃあちょっと次の仕事があるので移動していきたいと思います。はい、ということで今から、2食目を食べていきたいと思います。2食目はさっきも言ったと思うんですけどビーフですね。前回は4食目がビーフだったんですけど、今回はちょっと順番が変わっていて2食目にビーフを取ります。ビーフは食べやすいんでサクッと食べてジムの時間まで練習していきたいと思います。いただきます。うん、よく焼けてました。おいしい。海外に行く予定がある前ってめちゃくちゃバタバタするんですけど、この前ロサンゼルスとか行く前は編集合宿とかした動画出したのかな、めちゃくちゃほんとバタバタしてるんですけど、今回は結構、まあ、余裕持ってではないですけど、もう現時点で僕のところに最終チェックが回ってきてるぐらい余裕を持って回ってきてるんで、これをチェックすれば僕が海外に行ってる間も動画が出るっていう、そういう感じですね。でこの合間でチェックしてトレーニングしてって感じだよ。うん、うわっ、痺れる人生だなマジで。ああ水きつい、水がやばすぎるわ。はい、ということで2食目ごちそうさまでした。2食目終わった時点で、まあ、約3リットルぐらい飲み終わりましたね。頑張ってこの水も進めながら編集も進めながらトレーニングまでね、時間を使っていきたいと思います。で次また、リフトジムでカメラを出します。はい、ということでリフトジム到着しました。最終日ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな感じで、今日のトレーニングは全身のトレーニングをして、もう本当にもうヘトヘトになる前にちょっと追い込むっていう、なので今までのトレーニングとちょっと違って休む時間も少ない。なるほど。なので終わるのも早いんですけど、はい、ただもう休憩がないんでもうぶっ通してやっていくって感じなんで、はいはい、多分過去一で辛いトレーニングになる。ちょっとマジで怖いな。いや、この間の腕とか気になるってことですよ。全然全然全然はやばい。ステージさん、いやでももう今日最後なんで。そうですね、撮影前のやりきりたいですね。なんかもうだいぶ顔こけたかな。こけてますよね。やばいっす、やばいっす。てか、どうですか体重、やばくないですか。いや、やばいっす。目標伸びました。 63.8kg。 そうです、そうです。なんか一応ちょっと無理な数字を叩いたんですけど。無理な数字叩いたんですか。いや、無理な数字、うん、でもなんか大変だろうなっていうところは、でも一応、まあ、目標はやっぱ、はい、ちょっとね、はいはい、高い目標を設定した方がいいなと思ったんで、まあ63キロだって言いましたけど、でもちゃんとね、やれたんで
いや、よかったです、マジで。いや、マジですごいです。一回こう、チートを入れてもらって、うん、そっからまたガンと押して。いや、なんかチートが多分すごい合ってるんだろうな。まあ僕もチートを挟んだりするんですけど、チートした次の日ってなんか1キロ、2キロとか普通に増えるんですけど、ヤマト君は体重がほとんど上がらず、むしろなんか落ちるぐらいな感じでチートできてるんで、なんか引き続き撮影が終わっても食事頑張ってもらって、で、たまにチートで待って、なんかすごいエグいこと言われてな、俺。また…先生、エディさん、また新しい目標ちょっとやばいって怖すぎるってでも、楽しかったんで今日最後ちょっと追い込んで、はい、で、ラスト飯みたいな。そうです。よろしくお願いします。お願いします。よし、早速始まるみたいです。炭水化物なくしてからマジで重量上がんなくなって、ねえ、リョーマ俺泣きそうになって。いや、上がらないだろ、普通なの。なんでみたいな。いかにだから、あの糖質が大事かですよ、炭水化物。なるほど。だからみんなやっぱ炭水化物を取ることによってそれがエネルギー源になってるから。まず証明されました、普通体で。フリーウェイトとかじゃなくて、はい、ここら辺にあるマシンをガンガンやっていくっていう。 OK です。だからもうむしろマシン系はもう全部やっちゃいましょう。やるぐらいのすげえ。大体レップは1回で20レップ、はい、で、それが終わったら次の週、はい、まんべんなきゃ。はい、20回ぐらいやれる重量にするので、そんなに重くはしないです。いいね。よし、5、6、7、8、9、10。 OK。 最初これ一番低いのも上がんなかったんだけど、今はもう上から3つ目。はい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 、いけないいけない。あ、すげえ。はい、もっと押して、もっと押して、そう、10、はい、いくよ、あと10回、はい、いくよ、1、2、4、3、4、5、もっと押して、はい、そう、いける、6、いける、1、8、8、8、あと2回、9、ラスト。最低です、最低です。1、2、3、4、5。はい、前見て、前見て、3、はい、4、5、はい、6、はい、1、8、お願い。やべえ、やべえ、やべえ。はい、1、そう、いいね。はい、4、5、8、9。 OK。 はい、動かしてるけど、あんまりこう筋肉を使ってるように感じないと思うんだけど、はい、それは大丈夫で、パンプ感とかも
今はもう本当に体が全くエネルギーがない状態だから、はい、栄養も入ってないし、はい、今はもう全然 OK です。パンプ感がないんですよ、うん、だからここで体のエネルギーを出して、で、炭水化物とか体の液も入れることによってそこからどんどん体が張ってくるから、その時のパンプとかはすごい感じると、めっちゃ筋肉使ってるなっていう。それマジ楽しみだ。でそうするとやっぱ筋肉が膨らむってことは皮膚もこう伸びるから、はい、そうなるとよりこう皮膚感がドライみたいな感じに見える。なるほどなるほど。だから大会前の僕もこういうトレーニングやってる時が一番張りがないから絞れても見えないし、はい、大丈夫なのかなって思うんだけど、大会当日になったらパンプするからバッキバキになるってことですか。バッキバキ。ちょっと結構血管出てない。出てるけど、多分もっと出るよ。この映像、この動画はどのタイミングですか。11月の上旬ぐらいですか。11月の上旬。でも帰ってきたんです。あ、でももうそれで言うと写真集のもう前には出すってことちょい前ぐらいにはもう動画で出し始めてから、はい、体のこのこっち系はさ、なんか写真集で見てくださいぐらいとかなんか良かったりするのかなと思ったりする。いや、それもあるんですけど、写真で見たいっていうの、動画で見たいっていうのはまた別の、そういうことね、需要であるんですよね。だから好きな人はどっちも欲しいみたいな。写真集とかも YouTube の動画も200万再生とか出つつ、はいはい、その30万部とか売れるみたいな感じ。そういうことで、まあ、多分違った楽しみ方してくれてるんです。そういうことですね。だからここではちょっとちょい見せです。あれだよね、撮影の時のなんか裏側の映像とかも残したりする。そうです、うん、それも全部ニューヨークから買ってくれて、はいはい、よし、ラスト。She's got some nice long hair and you know she's a magic. All the boys there can't help it, it's a habit. Clouds that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around me, your body is fantastic. All natural, not a piece of love is passion. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe until I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I'm scared of hesitating. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play. ラストトレーニング。高校の活躍きつい。すごい長かったトレーニング生活が。いやマジで上がんなかった、もうこれが死ぬほどきつかった。これきつかったな。いやでもこれ本当にあの最初これやった時の動画があるんだったら見てほしいけど、今のが全然やっぱフォームも綺麗だし。この前これ結構つけてできたじゃないですか。できた。いやもうこれで結構きついでしょ。何も面白いこと言えないよ今。マジで。それは俺の一言マジだと思うんだけど。おお。水分抜いてカーブをしっかり取ったらこの感じになると思います。つってる。てかマジですごいねこれ。いや動かないですか。やばいやばい。すごっ。これ画面普通に落としてもいける。あー大丈夫いける。腹筋の形綺麗やー。先週金曜日か。そうっすか。数日間でまた変わってる。うわー嬉しいっす、うん、胸って力を入れるとギュッて収縮してちっちゃくなっちゃうから、だから撮影の時とかもやっぱ胸はリラックスさせた方がこの胸のこの盛り上がりっていうのが出てくる。そうなんです。そうで、ちょっとだけこう胸を張るイメージ。そう、胸をちょっと張るイメージで、で、まあ、腹筋でも今もう多分絞れてるから、もうこの状態でもうこんな綺麗に出てくるから、腹筋を意識しすぎちゃうと肩が前に出ちゃって胸が潰れてみちゃう、はい、からできるだけこうちょっと胸は張ってるのを意識しながら腹筋に近づける。大会出てる人しかできないアドバイスですけど、これは胸の冷え方とか、あとはまあやっぱ肩とかはやっぱりこの横から見る肩ってやっぱ一番こう折れて見れるじゃないですか。だからやっぱここら辺のなんか付き合いうまくやってほしい。例えばこういう感じで、ああエディさんがよくあるポスター本当にエディさんがやってるリフトのこの時俺こうやってやってるのってまずちょっと押せるじゃん。勝ったら勝ったら
そういうことリフトの写真全部こうやってやってるぞ、エリーさん。こういうので、ちょっとこう、はい、お互いの手を押し合う感じで、そうすると、ちょっとわかる、こうやって力入ってるじゃん、はいはい、で、それで、めっちゃすかした顔めっちゃ難しくないですか、それ。いや、でも絶対できる。できますね。え、ちょっとやってもらっていいですか。やってください、いつも通り。でもやってるかやってないかわかんなくない。わかります。お、入れてないみたいな。すごい。なるほど、やっぱ、顔大事っすもん。顔大事、顔大事。そう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 。ああ、いいね、いいね。手はちょっと、ちゃんと持って。すげえ、楽しみになってきたね、今から。いや、多分いい写真が撮れると思うよ、うん。めっちゃかっこいい写真が撮れると思うから。一番最初、エディさんとか持ってきた。ああ、みたい。写真集できたら。この話を受けてくださったのも、ずっとトレーニングに付き添ってくださった。本当にありがとうございました。いや、本当に、僕もやりがいがありました。ありがとうございました。いや、ちょっと、楽しかったです。ありがとうございました。親父ちょっと泣きそうだけど。ありがとうございました。まあ、これから付き合いは長いから。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。エディさんでした。ありがとうございました。ということで、追い込みトレーニング終わったんですけど、約4ヶ月間サポートをしてくださったエディさんに、お礼のプレゼントをサプライズで渡したいと思います。いきます。ちょっと待って。めちゃめちゃ無理なお願いをして、オファー受けてくださって、最後にサポートしていただいたお礼で、ちょっとプレゼントです。え、ちょっと待って。え、本当に？あ、プレゼントです。ガチ？マジで？え、これ本当に？はい、本当にめちゃめちゃお世話になって、いや、僕とエリーさんの共通の趣味がスニーカーで、はい、スニーカーの話も最初はよくしてる。いや、めっちゃしました。なんか、でもエリーさんめちゃめちゃスニーカー持ってるから、はい、インスタとかめっちゃ漁って、はい、何しようって考えてて、で、今日ラインしたじゃないですか。え、じゃあなんかすげえわけわかんない人、なんか連絡してくるなと思って、でも頭回ってないから仕方ないなと思って。じゃあもう本当にエリーさん持ってないやつがわかんないから、エリーさんに僕間違えてエリーさんのティファニー履いてきちゃった気がするんですけど、これエリーさんのですかねって聞いて、で、俺ティファニー持ってないよって言われたら持ってないのもわかるじゃないですか。はい、っていう釜を かけまくってて、ちょっと待って、これめちゃめちゃ嬉しいんだけど。それ俺のじゃないよ、俺のだったらよかったのにみたいなこと言ってたんで、もうこれだと思って。いや、ヤマト君、ほんと頭回ってないから。これワンちゃん俺のだよって言ったらびっくりした。違う、でもそんな嘘つけないなと思ったから。え、マジで？マジっすか？入ってください。え、ちょっとこれ贅沢すぎるよ。いや、もう本当に僕からしたらエディさんいなかったら今のから確実に出来上がってないんで。え、じゃあちょっとヤマト君にサインしてもらおうかな。いや普通に入ってください。マジで？しかもさ、なんでさ、サイズ分かってんの？いや、ちょっと一応リフトのスタッフさんにちょっと問い合わせて。マジで？エリーさんの私のサイズは何ですかと。やばすぎ、マジで？え？いや完璧すぎる。めっちゃかっこいい。完璧すぎる。え、でもヤマト君も持ってんの？あ、これ持ってます、僕。なんか今度ちょっとお揃いで。いや、本当に嬉しいんだけど。よかった。本当に嬉しいんだけど。よかったです。え、ちょっと履いていい？あ、もちろん。いや、ちょっと待って、でもこれ履けないな、こんな。いやかっこよすぎっす、マジで。ちょっと感激、言葉が出ない。いや、よかったっす。いや、マジでありがとうございます、本当に。いや、ちょっとこちらこそです。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございました。でもまだ終わってないんで。そうですね。僕はなんかその一番かっこいい写真が撮れるのが俺にとって一番嬉しいことだから、はい、緩まずに頑張ってほしい。はい、そこまでも集中して終わったらご飯をいっぱい食べましょう。はい、それが楽しい。それも楽しみ。楽しみですね。うん、改めてちょっと気合入れて、はい、撮影していきます。頑張ってください。はい、じゃあこの後ちょっと飯を食っていいんで、引き続き密着していきたいと思います。エリーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで最後の追い込みトレーニング終わりました。いや、もうめちゃくちゃ疲れたね。今までにない疲労感というか、もう睡魔に襲われて今にも寝てしまいそうなぐらいこう体が追い込まれていて、もちろん炭水化物取ってないっていうのもあるんですけど、最後もうほぼ有酸素運動みたいな感じでもう連続でこうトレーニングこなしてって、息も上がってたんで、めちゃめちゃ疲れたね。重量もいつもやってる重量じゃなくて、結構軽めなものを回数連続でこなしていくみたいな感じだったんで、
まあ、初めての体験もできて、まあ、まともなこと言えてなかったし、ひどい顔してたと思うんですけど、まあ、あれがリアルということで、無事に動画に残したと。で、まあ、ちょっと僕、今日どうしてもこのトレーニングが終わったらやりたいことが一つあって、もうすでにそれをやってきたんですけれども、それが何かと言いますと、自分にご褒美プレゼントです。さすがに結構いろんな欲求を我慢して3ヶ月ぐらい頑張ってきたから、なんか自分にもちょっとご褒美あげたいなと思って、ずっと欲しかったものをトイレ欲しいで買ってきました。こちらです、アミリですね。これをちょっとトレーニング終わりに買ってきまして、皆さんにお見せしましょう。じゃじゃーん、うわ、こちらのジャケットですね。やばいね、うわ、超かっこよくない？これ実は CDF のファッションショーでこのジャケットの赤着てるんですよ、僕。なるほどね。着てたでしょ？着てた着てた。ナイロンでも着てるかな。うん、赤の方は結構衣装として着ちゃってた部分があったんで、このメンバーあるあるで衣装で着たものをプライベート着づらくなっちゃうみたいなのがあるんで、ちょっと今回はこの黒の方を買いましたけれども、これをニューヨークに持ってって着ようかなと。あっちで着るんだ。そう、まあ、あの衣装は吉田さんが持ってきてくれるんで、僕は普通にシューティングがない時に1000円超えの着て、まあ、インスタの写真とか撮ったりしようかな。これはすごく大きな買い物。3ヶ月頑張ったご褒美とかもね。そう、記念だから、まあ生涯忘れないジャケットになるだろうね。このジャケットを見るために、ああ俺頑張ったなって思い出せるっていう意味でもすごいいい買い物ができたので、これニューヨークに着ていきたいと思います。うん、なんかいい CDF で着た色違いっていうのもいいし、素敵でしょ。うん、すごいいいでしょ。で、ちょっともう一個やりたいことがありまして、今からサウナ行きたいと思います。おお、出ました。最近サウナもなかなか行けてなかったんですけど、さっきエリーさんに確認したら、何回も何回も入るのは体に負荷がかかっちゃうからダメだけど、なんかこう体をリラックスさせるっていう意味で、うん、サウナすごいいいから、うん、全然行ってきて大丈夫だよっていただいたんで、ちょっとずっと行きたかった場所に今から行きたいと思います。まあ新しくできたところで俺も今日初めて行くから、どんな感じがすごい楽しみで、ヒューガがアメコズ連れてっててマジヤバかったって言ってたんで、あ、そう、サウナ入って、うん、まあそこで結構水も飲めると思うから、今日の残りの水をバーって飲んで、でその後に、今日の4食目食べて、僕のこの前日の密着っていうものを締めたいかなというふうに思います。じゃあ今からちょっとサウナ向かっていきます。はい、ということでサウナ到着しました。はい、山ちゃんこの3ヶ月ずっと僕に付き添ってトレーニングを指導してくれたんで、感謝のサウナだから。本日僕たちが来たサウナはロカザクラスの別館という場所ですね。よくロカザクラスは行くんですけど、別館新しくできた場所ということで、やばいらしい。じゃあ、後で見せるんですけど、はい、ちょっとやばい。まずサウナ、はい、はい、素敵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 、はい、神秘的すぎ。はい、カメ来た。はい、すごい、はい、まず最高のサウナ。このなんかライティングがすごいいいわ。はい、おしゃんですね。じゃあこっちの下を見せて。はい、ここは水風呂っすね。いや、2つありますね。で、こっち、はい、やっ、痛そう、うわー、痛い、声でか、痛そう、声でか、今の痛い、痛い、痛い、腰に勝ったり角尖ってる、なんか、こちらに、大丈夫です、すみません、取り乱しました。で、こちらがお風呂。あの、ロカザクラスにはお風呂はないんで。はい、最高の温度いいですか？はい、最高の温度です。ほうほう、まあ、整った後に、もうね、こう、入れるみたいな。なるほど、一旦温まれるできない。そして、皆さんお待ちかねの外気浴です。こちらです。やべえ、すごすぎるな。マジやべえじゃん、これ。ここに外気浴できるベッドがあるんで、要はここで東京タワーを見ながら外気浴。最高ですね。やばくね、これ。やばい、やばい。減量の最終日に来る場所としてさ、完璧じゃない？完璧すぎる。ここは。じゃあ、ご褒美サウナしていきますか。おー、来ました。よし、やっちゃいましょう。行きましょう。ということで、今からサウナ入っていくんですけど、最近僕が使ってるヘアケアとスキンケアの商品をちょっと軽く紹介したいと思います。まあ、インスタとかの DM でね、結構あの、何使ってるんですかみたいな質問もらうこと多いので、まずヘアケアだね。オージュア FM シャンプー V、 これは池部さんのサロンで買ったやつですね。これがシャンプー、今黒染めしてるからカラーが落ちないように。こちらがオージュア FM トリートメント V ってやつですね。シャンプーした後につけるっていう感じです。
でスキンケアなんだけど、これはね、みゆちゃんからおすすめしてもらったやつで、デコルテのリポソームアドバンスとリペアセラムっていうやつ。これが導入化粧水みたいなやつかな。化粧水塗る前にこう肌に塗るやつ、なんか浸透を良くするみたいなやつらしくて、これ最近使ってます。で、その後にディープモイスチャースプレーということで、これ化粧水で、これが、乳液。これもね、みゆちゃんがおすすめしてもらったやつ。これ保湿性めちゃめちゃ高くて、ノブのミルキーローションってやつなんですけど、ヘアケアはこの3つですね。だからサウナ来るときは僕は基本的にこういうあのスキンケアのやつを、ね、持ってきて、サウナの後にスキンケアもするぞと、美容男子だぞとということでやらせていただいてますからね。ぜひね、革命を起こしたい男子を、見習っていただければなと思います。え、もうこれ入っていいの？まあ入っちゃおう。じゃあ俺と龍馬から入っちゃうか。うん、もうボンちょっと一旦撮影して。はい、待ってます。じゃあ入るか。お願いします。やばい、どうしてやばい、めっちゃ筋肉力入れてる。それやばって今バキバキやけ、俺もちょっと負けてられなかった。なるほど、近い。はぁ、もうそれ本当に寒いだけで。やめろ。バン、入っていきましょうか。入りましょう。行こう、行きましょう。すいません、ちょっと行ってきます。へぇ、よし。うわ、気持ちいい、グレー気持ちいい、気持ちいい。お前レッツさんか。もうやめろ、お前、お前はレッツさんか。やめろ。大丈夫、このトレーニングを追い込んでる動画、やっぱ特にマッチョ系の人みたいですから。マッチョ大爆笑。今ささみ握りつぶしてもらってます。レッツさんってよし、ありがとうございます。はい、拭いてくれてよく、体をちゃんと拭いて水滴を取るのが大記憶の原則基本なんです。ちょっとえぐいかもな。うわ、すごい。ちょっと一回見れる。うわ、えぐい。もう神やん、こんなの。待って、整ってきた。時間整っていい。はい、もうここから僕静かにしてるんで。やばい、気持ちよすぎるわ。東京タワーがやばい。そうか、龍馬福岡の人だからさ。そう、東京タワーってめっちゃすごいのか。特別。そうだよね。しかもめっちゃ好きだし、だから俺らよくそのいわゆる学生の頃とかはさ、うん、ドライブとかに東京タワー行くみたいなくらいよくあるし、なんか別にその俺もめっちゃ好きだけど、龍馬の特別感とは違う。全然違う。もう俺女の子来てんのかな。いや、今回だけに大丈夫。いや、それいいんだけど、かぶせときゃいいよ。お前そのなんか、このブラ落ちないようにみたいな手がさ、よくない。落ち着くんだよ。ヤマトは分かるようになるよ、マジで。本当に。あ、マッチョだから。そう、こうするの落ち着くんだよ。あっちゃんも最近、こうなってしてる。わー、してる。手組んだよ、多分そういうことだよ。つい論破されたわ。ははは。ほんと、ヤマトたちからしたら、東京タワーは自由な女神的な。あー、なるほどね。いわゆる定番のそうそうそうスポットだけど、見れてないみたいなこと。いや、でもちょっとこれほんとやばいかも。ちょっとほんと、うわっ、えぐいって。すごいわ、マジすごい。奇跡の画角だもんね。この高さから見る東京タワーって逆にないからね。もうないよね。そうだね。だって家を持ってるホテル泊まんないと無理。そうよ。家の後で写真撮るね。みんな写真撮るんですね。違いました。龍馬ヤマトといううちの思い出がかりみたい。大事だよな、龍馬な。もしこれ裏方だけで弾けたら、いや、いいよ、写真なんて言われてたよ。絶対そうよ。龍馬とはね、結構共通点が多くて、写真好き、思い出残したがり、すぐディズニー行こうとするっていう。確かに。この3点セット結構似てんのよ、多分。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいわ、なんか画角が綺麗。東京タワーとマッチョ2体で見てられるわ、これは。これはもう龍馬さんに対するご興奮だ。まあ、ここからちょっとプライベートというか、もう一発ぐらい入って、で、僕4食目最後あるんで、それだけ食べて、その時間になるまでちょっとサウナ入っていきたいと思います。じゃあ、楽しんでいきます。ということで、もうプライベートで今入ってるんですけど、まあ、俺もマブダチ来たんで、紹介させてください。マブダチ、カモン、俺マブダチ。
しゃあ入ろう。あ、そうだ。おい、シャンクすんな。初めてやな。初めてこれやったわ。いや、いいね。いや、すごい。ゆうまちゃん見たことないでしょ。初めてだよ。俺、ヒューガーに紹介されたの。俺来た。まあ、大体俺がやってるものはヒューガーの紹介なんだけど、まあ、ここもヒューガーの紹介。うん、友達のバーみたいな感じで来た。見てほしいよ。これすごいね。うわ、狂っちゃうよ、お前。ちょっと、いや、ヒューガー実は狂ったんですよ。やべえ、サウナ久しぶりだな。おお、すごいね、これは。これちょっと勝ち組の景色すぎるな。センターオブジアースでサウナ入ってるみたいな気分なんだ。あー、もう分かる分かる。あ、ちょっと挨拶だけしていい？うん。どうも、24歳です。どうしよう、どうしよう。いや、たどり着くの早すぎた。ここに、24。いや、行ったんだ今。いや、行ったんだ今。いや、見よう、いや、見よう。冗談です。いや、近すぎだろ。実家すぎや。たどり着いたけど住んでは住みやろ。住みましたみたいな感じ。確かに。よし、じゃあ入ろうぜ。ちょなんだよ、食べるの時間ねえんだよ。一応俺最後の絞りをしてきたから、うん、見てもオープンですか。おおおおおお、すごい。水球50台。あ、そう。おお、さっと。お前そんな大和推しのみんなニヤニヤしてんじゃないの。やめろその顔。いや、してるちゃう。いや、膝当てる。いや、こうされる。大和推しのみんなビクって笑っちゃったじゃないの。どう笑って。最低か、お前。どう笑って。だって伝わります。じゃあ、普通に伝わります。ヤンバトウシのみんなドキドキしながらビクってしちゃったんじゃないの。お前笑ってねえや。ビクってしただけや。こうやって俺の筋肉が流れていく。めっちゃ色深い。すごいすごい、マジすごい。ヤンバトウシのみんなヤンバトウシのみんなデベソで体重の頃に戻っちゃったんじゃないの。怖すぎた。わデベソで体重の頃に戻っちゃったの。怖い。いや、俺すごい。マジ硬いし綺麗。結構あれでしょ、想像以上。いや、俺すごい。俺もここまでできるとは思わない。ナイスナイス。そこがすごい。で、なんか肩とかさ、腹筋だけかと思ったら腕とかこの辺、この辺もいい。いや、背中マジいいよね。背中すごい、背中すごい。もういいって。もう繋げよ、お前。いや、もういい。動画撮ってる。もういい。繋げよ、会話。じゃあ、そろそろサウナ行こうかとか言えよ。じゃあ、そろそろサウナ行こうか。行こうね。ただプライベートで入ってる。どうも、24歳です。もういいね。はい、ということでサウナ入ってきました。いや、気持ちよかったです。してよかった。ちょっとさすがにやばかったね、あれは。ちょっとじゃあ僕は4食目をいただいていいですか。はい。いや、もうこれラストだよ。うわ、そっか、あ、そっか。いや、ラストか、これか。いやー、今までもめちゃめちゃ行ったからね、先週に。行ったね、マジでめっちゃ行った。例えば、コムナリの収録で一日中、もうロケみたいな日はでも無理だったけど、うん、俺が企画とか組むから、うんうん、それ一日ロケみたいなのってなんか調整できるやん、そこは、うんうん、週5、6は絶対行ってたんじゃないかな。撮ったね。しかもちゃんと部位ごとに分けて本格的にやりよったけど。いや、マジそうだね。ぶっちゃけ相当きつかったよね、ヤマト、この企画。そうよね。初めてからワンチ一番きつかったのかな。どこぐらいから変わってった。初めて1ヶ月後ぐらいからやね、やっぱ。あー、上がるようになったのはもちろんやけど、やっぱフォームやね、めちゃめちゃ綺麗になったなと思った。しっかりこう使ってこうできるようになってんなーって。それなんか思い出ありますか。思い出。いや、俺は思い出1個あるよ。思い出か。思い出というか、減量入ってからできなかったけど、うん、やっぱ増量の時は、うん、龍馬とさトレーニングして、うん、速攻焼肉行ってさ。あー、はいはいはい、井上ね。そう、井上行く前に、うん、下のセブンでプロテイン買って、あー、乾杯してプロテイン飲みながら焼肉みたいな。あれも初期やったもんね、本当に。あー、確かにあれ楽しかったな、普通に。ね、あれ楽しかったよね。楽しかった楽しかった。あれなくなったら結構きつかったよね。確かに。あの、もうプロテインもヤマトは決まるようになったしね、自分で飲むやつとかも。うん、コンビニで乾杯とかして飲むのが結構。いや、マジ楽しかったな。あれいいよな。は
最後の一口です。おお、あ、今食べた。おお、これ飲んだら終わりです、もう。うわあ、はい、うわあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、長かった。いやー、ちょっとこれは嬉しいね。よく一緒に伴奏してくれましたよ、僕と。僕もちょっと一番近くで見てたんで、本当にすごいなと思います。仕事も丸一日ある中で、朝から夜ジム行って、で帰っていろいろ考えなきゃいけないじゃん、企画なりなんなり、ね、いろんなこの仕事も。いや、本当にすごいなと思います、僕これ本当に。いや、でもこれはもう本当に龍馬さんいてのことなんで、エリーさんはさ、ずっとこう食事とか管理してくれてるけど、やっぱ、うん、リフトが表参道にあるからさ、はい、毎日通るわけじゃなかったよ、距離がね、近いジム行って、うん、見ててくれたサブコーチの龍馬のおかげでもあるから、一応龍馬ちゃんにもお礼を、お礼のプレゼントが、マジ、そういうこと、さすがに、ちょっと待って、全く予想しなかった、それは持ってたら返してちょ、おお、マジか、開けていいですか、開けていいですよ、ちょっと待って、まあ、トラビスだよね、ちょっと待って、龍馬ちゃん緑好きだからさ、えぐい、うわ、嬉しい、うん、これ緑だよね、これはそうね、緑、カーキみたいな感じ、危ねえ、一番好きな色ですね、僕はカーキ、トラビスのさ、一番最初の、はいはいはい、あの茶色のローカーもあったんだけど、龍馬、うん、この間2年の時にダークモカプレゼントしたから、あ、そう、ね、ちょっと色被るなと思って、うん、確かに、ちょっと違う色味の方が、うわ、これめっちゃ、うわ、初、もう嬉しい、かけてもらって時間とか労力とかはなんかそう、このスニーカーには変えられないですけど、まあ、記念としてね、うわー、これは嬉しいです、本当にいつも履いとんやけど、うん、いつも嬉しくないとかじゃないよ、うん、ちょっとこれ飾りたいな、あー、なるほどね、さすがにちょっと、いや、履いてよ、あー、まあでもそっか、履いた、これを履くのがさ、うちの社員としてかっこいいっしょ、まあそうね、俺いつも龍馬にプレゼントするのスニーカーだから、ね、そうね、ヤマトにもらったスニーカーだけどんどん溜まってってます、最初前に、最初はもう黒のそのパンダのやつで、であれがツツトゥーシ、その次はツツトゥーシで、その次が茶色のモカ、うん、ダークモカね、四足目っすね、同じ人に4足もらうことなんてないよ、でも龍馬履いてくれるからさ、あー、まあ、確かにめちゃめちゃやっぱ履いてくれると嬉しいわ、あー、たくさん履いてください、ありがとうございます、ありがとうございました、いや嬉しい、これありがとうございます、頑張ってきます、頑張ってください、マジで結構一番写真集楽しみにしとる、いや本当だよね、本当に、うわー、ちょっと頑張るわ、どんな仕上がりかマジで、俺もめっちゃ楽しみだから、うん、まあこの後ちょっと帰ってエンディング撮って、はい、寝ようかなと思うんで、うん、最後みんなにね、ちょっとなんか自分の今の心情とか話して締めたいと思います、うん、はい、それではお疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、ということで前日にやるべきことを全て終えました。まあ、食事はここ1週間同じものを取ってるので食事に関してはあまり変わんなかったんですけど、やっぱトレーニングが、いつもよりもハードで、まあ、本番直前ならではの追い込みっていうのができたので、普通に生きてたらこういうことはできないなと思うとめちゃめちゃきつかったんですけど、楽しかったです。もともとやっぱ僕水球部に入ってた時に結構体を鍛えたりしてたんで、今回写真集を作ることが決まって小寺さんから体作りしてくださいって言われた時に、まあもう余裕症っていう風に思ってたんですけど、部活引退してから全然体を動かしてなくて、なんかやっぱ余計なものがすごい体についてたんだなっていうのをトレーニングし始めてから分かって、そういえば俺って腹筋割れてたなみたいな、最初の頃とか腹筋も見えてこなければもうただガリガリなだけで、いやちょっとこれやばいかもなって内心焦る部分もあったんですけど、最後のトレーニングの時にエリーさんに体見てもらって、よくここまで仕上げたねって言ってもらえたんで、僕的にはよく頑張ったなっていう風に思います。なんか今回トレーニングを最後までやりきってみて、まあ、今までなんかこう YouTube 始めて体作りしようみたいに言った時に、いやちょっと忙しいから無理じゃねとか、普通に生活きつくなるわとか言ってちょっと鍛えて、で結果が出なくてすぐにやめちゃうみたいなことをしてたわけですよ。今回やりきってみて、なんかそれってすごい逃げだったんだなっていうのを自分ですごい実感して、まあ、実際このトレーニング期間中ももちろん YouTube の撮影もあったし、今までよりもまあ、テレビとか雑誌とか外部の仕事をいただく機会が増えたんで、忙しさ的には全然変わってなかったんですけど、自分の中でここまでいいコンディションに持ってこれてるっていうことは、まあ、過去の自分は自分ですごい言い訳を無理やり作り出してたんだなっていう、それで体作りっていうものから逃げてたんだなっていうふうに
気づきました、まあ、普段から視聴者の人にも目標の達成の仕方はとかやりたいことをやるためにはとかすごい偉そうに言ってるけど、まあ、なんか自分も逃げてたことあったなっていうふうに気づいて、でずっと逃げてたことに今回立ち向かえて、なんか自分的にはこう人間として一歩成長できたのかなっていうふうに思ってます。でしかもなんかそれを妥協することなく本気で最後までやりきれたっていうのは本当にすごい人生の中で貴重な経験になったし、でトレーニングをそれだけで終わりじゃなくて、ここから僕は作品を作るに、ニューヨークに行けるっていうのはすごいワクワクするし、それを楽しみに待ってくれてる視聴者の人がいるっていうのは本当にいい人生だなっていうふうに思います。自分の体と向き合うっていうことと、ま、作品を作るっていうことはまた別のことで、その両方をこう楽しみながらできるっていうのはすごい幸せだなっていうふうに改めて思います、まあ、なんでぜひぜひね、視聴者の皆さんには、僕の写真集楽しみにしていただけたらなと思っています。そして今回、まあ、トレーニングをしたことによって結構僕の生活習慣が変わって、まあ、朝早く起きなきゃいけなかったりとか、食べるものが決まってるからその撮影の合間で食事をしなきゃいけないみたいなタイミングが結構あったんですけど、そういう部分はやっぱ本当にメンバーに支えてもらってたなっていうのを思っていて、まあ、俺が基本的に企画を組むから集合時間とかをいつもよりもちょっと早めに設定しちゃったりとかしてたんですけど、それに文句を言うこともなく、いつ僕が、ね、どうちょっと見てよみたいな言った時に、おー変わってんじゃんとか、まあ減量きついのもヒューガとか知ってるから、あのふざけながらわざと近くで飯テロとかして楽しくしてくれたのはすごい俺にとってもありがたかったし、そこでメンバーがなんかあんま興味ないやみたいな感じだったりとか、その自分で勝手にやってることなんだから俺らにそれを共有してくんだよみたいな感じだったら多分ここまで頑張れてないのかなっていうふうに思うんで、まあ、裏方もめちゃめちゃ朝早くに買い出しに行ってくれたりとか、10まで送り迎えしてくれたりとか、本当にあの文句一つ言わずに支えてくれたんで、自分だけで作った体とは到底思えないんで、最後まで気を抜かずいい作品を作ってこれたらなというふうに思ってます、まあ、せっかくやっぱこう YouTube にこの動画を載せるっていうことで、僕から今一つみんなに伝えたいことがあるとすれば、自分を変えたいなと思ったら環境を変えるのが一番だなっていうふうに思いました。例えば俺は今までめちゃくちゃ早起きが苦手でマジで朝起きなかったんだけど、エディさんに毎日朝、体のコンディションと食事を送らなきゃいけないっていう約束をしてたから早起きできるようになったし、まあ、他で言うと自分の一日のスケジュールを決めるときにまずトレーニングいつできるかなっていうふうに考えるところから始めるみたいな、まあ時間があったらトレーニングできればいいやじゃなくて、トレーニングをまずしなきゃいけないっていうところから考えるとか、そんな感じでなんかこう自分が目標を達成するために結構自分の周りの環境の整備をすごい徹底して行ったんで、今回みたいにベストなコンディションに持ってこれたのかなっていうふうに思ってます。もし今視聴者の皆さんの中でなんか自分が変えたいのに変えれないなっていうものがあってだならば、関わる人間を変えてみたりとか行動の範囲を変えてみたりとかするだけでコロって意外と変わったりするものだと思うんですよ。どういう環境に身を置くかでやっぱ自分の行動も変わるし考え方も変わるし、まあその2つが変わってくればやっぱ生き方が変わってくるわけで、今回こういう風にトレーニングを成功させられたのはそういう環境の作り方にあったのかなっていう風に思うので、まあもちろん本当環境っていうのは人との付き合いが一番大きいですけど、何かを達成したいと思った時にはミスってしまうような原因を突き止めて、それが起こらないような環境づくりをしてみるっていうのも一個手なんじゃないかなっていうふうに、身をもってこうみんなに伝えられるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか僕の場合は待ってくれてる視聴者の皆さんがいたので、まあ、逃げられなかったっていうのもあるし、楽しみにしててくれるなら最高のクオリティのものを見せたいっていうふうに思えたんで、まあ、DM とかメンションとかしてくれたみんなには本当に感謝してます。みんなにもらった応援はしっかりと写真集で結果としてお返ししたいなと思うので、発売がまだいつになるかわかんないんですけど、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。まあ何が言いたいかっていうと、やってやれないことはないっていうことですね、うん、どんなにスケジュールがハードでもそれを言い訳にせず、やるやつはやるしやんないやつはやんないっていう、それを身をもって証明できたんじゃないですかね。コムドットめっちゃ忙しいけど、こんだけ本気で取り組めばこれだけの体作りができるっていうのは僕の体が証明してくれたと思うんで、だからこの経験をいや無理だなって思った時に、いやあの時できたかって思って挑戦しようと思うし、みんなもヤマトあんなきつそうだったのに結構いい体になってたなみたいな感じで一個のモチベーションとか、まあ、糧にしてもらえればなと思います。まあそんな感じで以上僕のニューヨーク直前の密着動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。
ニューヨークでも動画撮ろうと思っているので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ぜひぜひ今日の動画面白かったなと思った方は、高評価とコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではニューヨークに行ってきます。バイビー。